はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。おそらく僕が引くヒロアカの一番くじでは今年最後かな、最後のつもりで引いてきました一番くじ、僕のヒーローアカデミア突入。まずはどのくらい引いてきたかっていうと、このくらいですね。まあ、だいたい3センチぐらいです。3センチということはそうですね、50枚です。まあ、今年最後だからね、じゃないよ。毎回そうだけど、こんなに引くつもりはなかった。一番くじ引いてる時はね、あの感覚が全体的にバカになるんですよ。僕はアドレナリンが出まくってついつい買っちゃうんですよね。一番くじはある意味僕が唯一やってるギャンブルです。あと、そんだけ引いたんだったらロット買いした方が良くないっていう風に言われるんですけど、結果としてこうなってしまっただけです。1回で10枚とか20枚とか買って、その中で当たれ当たれと思いながら引いてるんですけど出ず、僕の後ろにもお客さんは待機してますから、再びこう並び直して引くっていう、できることならこんな大量に引きたくはないんで。それであの他のお客さんに混じりつつちまちま引いてるんで、あの全部は引けない。そんなわけで今回のショーなんですけど、今回のくじもあのフィギュアが多めのやつ、 A B C D E F Z H I J K L、 L までショーあんのかい。L 賞まであってフィギュアは A 賞から H 賞までというフィギュアが多めのやつになってるんですけど、今回お店見た感じ、あの1ロットごとのなんだろう、アソートフィギュアの割合がまあまあ全体的に渋くてね、 A から H のフィギュアも全部1箱ずつしかなかったんで、1ロット80枚の中にフィギュア賞が8枚なんで、計算関係が苦手なんだけど、まあ全体の 10% が当たりっていう感じ。10枚引いて1個当たればまあ十分な確率がちょっとわかんないけどね、あのこの辺の計算関係ほんとよくわかんないからめっちゃ突っ込まれると思うわ。そんな中で今回僕が狙ったのは、まあ主にあの立体物が少ない人、 A 賞緑谷くん、 B 賞爆豪、 C 賞が常闇くん、 D 賞相沢先生、 E 賞プレゼントマイク、F 賞エンデバー、G 賞ホークス、H 賞がミルコっていうラインナップだったんで、僕の狙いはもう圧倒的に C 賞の常闇くん。常闇くん、プレゼントマイク、ミルコが欲しいかなって、あのミルコ前回当たんなかったからね、リベンジの意味も込めて、まあ大体その3体が当たれば嬉しいかなっていう感じです。というわけで前置きが長くなったんで、結果を報告していきましょう。まずは一番下から L 賞のラバーチャーム。ラバーの L かなと思ったらラバーは R だと。そんなわけでカウンターを表示させて残り50枚。そんなわけで残り50枚中ラバーチャーが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、以上です。よく持ってんな、バランス。立派なタワーがそびえるぐらいゲットできました。じゃあちょっと見ていきましょう。ラバチャーは完全ランダムで全部で12種類。ギリだね。一応コンプリートできる確率はゼロではない。これでコンプリートできる幸運の持ち主だったらもうこんな枚数引いてないって。1枚目、ほいっと、いきなり爆豪。今回のラバチャーも円形ではなくてだいぶ角が多い。2個目、ほいっと、ホークス。3個目、ほいっと、プレゼントマイク。色合いが似てる、この人ら。4個目、黒。相沢先生か、黒すぎる。5個目、常闇くん、いいね、紫。6、エンデバー。7、あ、この絵か、これも出てくるんだ、そうだそうだ。これは、ノームの、ジョンちゃん。ガラティが可愛がっていた個体で、なんかこう、瞬間移動じゃないけど、あの、転送移動の個性を使えるんだよな、確か。ガラキ9代本人ではなくて、こいつがチョイスされています。はぁ、ちっと、と、緑谷くん、主人公。あれこれ、あるか ?9、ダビー。10、相沢先生。まあ、ダブル、1個はダブル、1個はダブル。11、これでコンプリートはなくなりました。大体こういう時被るの爆豪だね。爆豪大体被るわ。12、ダビーね。13、これいいな。最後の最後に、トガちゃんとトゥワイス。この二人がツーショットになってるっていうのがいいな。さあ、どんどん見ていきましょう。お次は、継承のタオル。残り37枚中、タオルが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、
いいじゃん。タオルここ最近でいっちゃ増えたな。17枚ですね。もう重ねたらちょっとした枕だよ。タオルは全部で10種類で、しかも中身が見えるんで多分コンプリートはできている。あんまり柄気にせず取ってきたから、まあコンプリートしていないかもしれないけどね。一応サイズ的にはまあほどほどにでっかめになっています。質感はいつも通り、手触りはいいんだけど、こうあんまり水を吸うのかなっていう、吸水的にはどうなんだろうなっていう質感をしています。基本モノトーンな感じで、エンデバーとかまあ名前の方がカラー入り。頭にはギリ負けないわ、負けないぐらいのサイズ。とりあえずエンデバー、ホークス、ホークス、ミルコ、ミルコ、アイザワ、ショータ、ショータ、プレゼントマイク、マイク、シガラキ、トムラ、ダビ、トガちゃん、トガちゃん、トワイス、ジョンちゃん、ジョンちゃん。以上です。編集でテンポよく言ってるんじゃないかな、今の段階の俺は分かんないけど。続いては J 賞のクリアファイルステッカーセット。ファイルとステッカーちょっぴりお得感あるかな。残り20枚中 J 賞が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、以上です。安定の2桁台ということで、たっぷりゲットできました。クリアファイルはまあ何気使い勝手はいいからね、学生の頃だったら確実に使ってたな。全部で12種類で中身が見えてるんだけど、コンプリートできてるかはわかんない。何せ適当に取ってきたんで。そんなわけで入ってるものは、クリアファイル。正面がシルエットと名前で、後ろの方は軽く本人写ってるね。で、それらがまとまって、3枚のシールになっている。ベタ塗り全身と色数少なめの顔とフルカラー顔。フルカラーに関してはラバーチャームと同じ形をしてるわ。テンポいいのさっきと被るから、まあ普通にやっていこう。緑役もう1枚あって、爆豪も2枚。エンデバークリアファイルにステッカー、ステッカーこれでっけえな。面積でっけえね。ホークスはクリアファイルもステッカーの方も両方とも羽が飛び出てる。で、ミルコミルコで、ミルコはスマート。相沢先生、シルエットだとなかなかもっさりしてね。プレゼントマイク、髪型が特徴的だからシルエットでもすごいわかりやすい。トコヤミくんグッズ何気珍しい気がするから嬉しいな。トコヤミくん好きなんだよな、俺。で、しがらき、俺正直これ遠目から見たらの、これ相沢先生、シガラどっちだっていう風に若干迷う気がする、まあ、多分僕だけだけど、まあ、シガラキもう一枚あります。で、もはやもうコンビが定番になってるトワイスとトガちゃん、ステッカーの方でも2人が仲良く並んでいます。この2人は関係性がとてもいい。で、最後こっちにも安定のジョンちゃん。ジョンちゃんはもう小さいからステッカーの面積もちょっと収まり具合が少ない。ジョンちゃんグッズはもう今後なかなか出ないんじゃないかな。ある意味貴重かもしれないね。そんなわけでジョンちゃんも入ってるクリアファイルのステッカーセットは以上で、解消、最後は相性なんですけど、これはね、結構欲しかった。TWICE FACE MAGNET。もう残り6枚なんで、相性の出方でフィギュアがどんぐらい出たかっていうのがわかる。というわけで、残り6枚中、相性が、1、2、3、以上です。というわけで、フィギュアが3体ゲットできています。そして TWICE もこれまあ当たり方結構良かった。割合的にもこれ4種類で1ロットにつき4個なんで。フィギュア賞についてこれもだいぶ貴重っちゃ貴重。だから感覚としてはこれ2個でフィギュア賞1個分、いや3つかな ?2 個か3つでフィギュア賞1個分と言っても過言ではない。全4種類で中身が見えない完全ランダム。いろんな表情あるんだけど、どうせだったらこれ包んでもらってる状態ね。包んでもらって涙を流してるこの状態が欲しい。4種類中ゲットできないのは1個だけなんで、まあ確率は高いかな。さあ、まず1個目がほいっと、おー、いきなり来た、いいね。ちょっとプチプチにくるまれていてわかんないかもしんないけど、はいはいはい、結構でっかいし、まあまあボリューム感あるね。包んでもらってる表情、立体的かつこのデフォルメ効いた感じがすごくいいな。いきなり一番欲しいのが出たんで、もう緊張感なし。2つ目がほいっと、これはプチプチくるまれてないんだ。破損の関係なのか、こっちはくるまれていないんだね。これは左右で目の開き方が違う、なんだろう、疑ってるような表情、疑いの表情をしていますね。で、最後はほいっと、これこれもなんか似たような表情ではあるけど、これまた左右で目の大きさが違うんだけど、なんだろう、ニュアンスが若干違うね。こっちの方が目の下の方が丸っぽいけど、こっちは角張ってる。分類するとしたら疑いと怒り、表情のニュアンスが若干違います。裏にはマグネットがついてるんで、鉄の定規にくっつきます。磁石だから冷蔵庫に貼っつけることもできる。縦に並べて TWICE 3兄弟、団子3兄弟みたいにできます。今の子供たちあんまり知らないんだろうな。 TWICE 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 3兄弟 TWICE。
さあ、そんなわけで上位賞が3つでした。50枚引いて3つは運が悪い。まあ、トゥワイスが当たってるから、まあ実質4か5って言っても過言ではないんだけど。いやー、出なかったね。ズエンズエン出なかったね。フィギュア賞が8種類だからもう8枚引いて全部ゲットできるっていう。天文学的なあれになるんだろうけど、運が良ければそれも不可能ではないからね。くじだからもこの運だとしても受け取るしかない。そんなわけで3つ当たったフィギュア賞。改めて僕が欲しいのは、常闇くん、プレゼントマイク、ミルコ。比較的立体物が少ないこの3人狙いです。そんなわけで下からまずはこちら、はいっと、H 賞のミルコ。とりあえず、まあ、若干リベンジャー果たした。とは言っても、前回のがなんだっけ、マスターライズ。サイズが大きめのフィギュアっていうことだったんで、こっちの方がスケールは小さくなってるんで、完全なリベンジとは言っていないんだけど、まあ、キャラクターとしてはゲットできてるからね。初ミルコで嬉しいです。で、お次はこちらです。ほいっ。相沢先生、D 賞の相沢先生。まあまあまあ、割とプライズでも出てるっちゃ出てる人だけど、準々レギュラーぐらいまあ出てはいるけど、まあ僕は一番くじの相沢先生そんなに持っていないんで、そういう意味ではとても貴重。そしてここで D 賞の相沢先生が出てきたってことなんで、それより前のプレゼントマイク、エンデバー、ホークスをゲットできてません。さあ残り A、B、C のどれかですけど、ラスト1個はこちら。C 賞、常闇文影。よっしゃよっしゃですよ。もうよかったよかった。ほんとよかった。一番欲しかったものがゲットできたから、まあ、ある意味、3個分。フィギュア賞3個当たったようなもんなんで、もう大勝利です。ありがとうございます。というわけで、フィギュア賞はこちらの3つが当たりました。まあ、希望していたものがほぼ来た。常闇くん、これめっちゃ嬉しいよ。せっかくだから軽く中身を見てみるか。この状態でどんな大きさかっていうのをね、後日改めてレビュー動画として出すかもしんないから、今回さらっと見ます。組み立ては必要だったりするのかな。ほいった、一応頭部とボディが別になってるわ。マッチョボディとロングヘア頭を組み合わせて、これでミルコの完成。固定用のパーツはついているけど、これがなくても自立はできる。サイズはまあそんなに大きくはないけど、もう筋肉感がすごいね。全体的に堀越先生の趣味が詰まってんのかなっていうキャラデザ、いい感じに癖が出ている。で、次相沢先生だけど、なかなか躍動感のあるポーズをとってるから、まあ、多分自立はできないんだろうな。何かしら支えがなきゃ無理なポーズをしてるからね。箱の方も見ること比べるとまあまあでっかいし、さらに中身がこれですね。透明ブリスター、段ボールじゃないスタイルになってます。キャラによって入り方もだいぶ違うね。よいしょよいしょっと、本体はまあほとんどできているというか、もう完全だわ。本体できていて、まあ台座との組み合わせって感じかな。支えのパーツを台座の両端につけて、これで長い方はおけつのところにドッキング、もう片方は軽く添えるだけ。こっちに関しては一応なくても成立はするね。だいぶ躍動感あるね。ポーンと飛んでいて、こう若干なんかライダーキックに見えなくもない。捕獲風の方もだいぶギュインギュインになっていて、顔もいいな。個性発動中で髪も動いてるし、ゴーグルに手をかけてる。表情がだいぶ素晴らしい。で、最後は常闇くん。常闇くん、これ箱結構でっかいというか、今回のショーの中では一番でっかいぐらいだったかな。さあ、常闇くんは、よいしょっと、ブリスターパターン。よいしょ。はい。あー、ダークシャドウとこれパーツ別になってるんだ。常闇くんに関しては2体入っています。とりあえず台座を組み合わせて、いいね、これ台座部分に凸ピンがあるタイプ。らい。これが一番いいんだから。本体に凸ピンがもう一番愚か。常闇くんの腰のあたりにダークシャドウのパーツを、これでいいのかな、グッと接続して、多分これでいいね。こっちの腕の方が前の方に来るかどうかみたいなところもあるけど、ちょっとかかっていた方が負担は少なそう。これで本体できたけど、自立は、できるね。足プラスここの持ってる街灯がいい感じの支えになるんで、台座がなくても自立はできます。できることならこの状態で飾りたい。まあ一応台座に頼ってやると、足の裏だったり街灯の裏の方にもついてるんだ、穴が。接続することで、で、常闇くんだけじゃなくて、ダークシャドウは、背中のところに支柱のパーツをくっつけて、こういう台座込みでも安定感を求めるっていうのもいいかな。こうした方が転倒の心配がないから、こうするべきであるんだけどね。常闇くんとダークシャドウのこのボリューム感いいな。マントをこうバサッてしてる感じとか、ダークシャドウのこの線がたくさん集まってるような造形、この辺もだいぶ出来がいいというか、かなり力が入ってるように見えます。というわけで、こちらのお三方が今回僕がゲットできたフィギュアでした。公式 LINE も
よろしくね。はい、というわけで今回は一番くじ僕のヒーローアカデミア突入を50枚引いてきた結果の報告でした。とりあえず一番欲しかった徳闇くんをゲットすることができてよかった。あとトゥワイスも団子3兄弟にできるぐらいはゲットできたから、欲しかったものはとりあえずある程度ゲットできた。でヒロアカの一番くじ一応今年もう一回あるんですよ。12月24日に死闘っていうやつが出るんだけど、ラインナップがまあ緑谷くん、爆豪、轟くん、エンデバー、しがらき、ダビっていう、まあこの辺の人たちは一応持ってるものが多いんで、おそらく僕12月のあの死闘のやつはスルーします。でそっからだいぶ飛んで、来年には3月に僕のヒーローアカデミアは今度は医師、漢字2文字のフォーマットになったのかな、医師っていう一番くじがやるんですけど、これはねめちゃくちゃやりたい。 C 賞オールマイトのトゥルーフォーム、 D 賞エンデバー、 E 賞ホークスなんだけど、造形の癖が強くない？服のシワの感じとかも特にエンデバーよ、荒々しい造形になんかすごい惹かれるものがあるんで、3月でまあまあ離れてるんで、これはおそらく引きます。もうこの50枚とか引かずにも、たまにはなんかこう10枚とか20枚で欲しいもの大体ゲットできました、イエーイっていう感じにもしてみたいよな。いい結果になるといいなと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。